開催地決定を控え、東京都内ではスポーツイベントが開かれています。夜にはオリンピック選手と夜通し走る駅伝イベントも予定されています。五輪開催地決定前日ということで、天候にも恵まれたこちらのスポーツイベント、多くの人で盛り上がっています。東京世田谷区の駒沢公園では午前11時から陸上競技場や野球場などを使っていろんなスポーツを体感できるイベントが始まりました。オリンピック開催地の決定前日ということで、参加者からは東京での開催を望む声が上がりました。東京、僕駒沢公園の近くだから、できれば東京の陸上競技場でやってほしい。夜11時からはおよそ90チーム700人がオリンピック選手らと夜の競技場を走る駅伝のイベントが行われるほか、パブリックビューイングで開催地決定の瞬間を見守ります。